お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ついに今日新潟も梅雨明けをしたみたいですね。そうですね。今日なの？昨日？今日？いや、わかんない。今日？あ、でも昨日、昨日、あ、昨日のお客さんから話聞いたような気がする。あ、今日ですかね。今日かな。今日だ。今日だと思う。なんか今日だって昼間外に出たらすごいこう暑さが、うん、あのジメッと感があまりなくて、うん、ちょっとこんな感じですね、うん、ジリ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 っていう感じだったし、うん、セミが鳴いてたよ。じゃあ今日で。今日だよね。昨日は鳴いてなかったです。昨日は鳴いて、いや昨日は鳴いてなかったよ。もう今日は鳴いてたと。うん、なるほどね。今日あとあれですよ、高校野球の決勝があったんですよ、新潟。おー、はい、あの日本文理高校が、まあ、優勝して甲子園と。あ、めでとうございます。そうそう、うちの店のご近所さんなんでね、ちょっと頑張ってほしいですね。はい、そうだね、頑張ってパレードもしてほしい。優勝パレード。優勝パレード。甲子園優勝パレード。そう。そうだね、そしたら見に行こうか。うん。まあまあね、でもこう、いよいよまあ梅雨も明けたし、はい、夏本番といいますか、はい、ね、まあ、熱中症やら何やらね、うん、水分補給とか、まあ、そういうのはね、しっかりやっていかないと。そうですね、うん、あの本当に気をつけないと、うん、で今日あの松本清行ったら、うん、あのなんだっけ、OS1 だっけ、うん、あれをね、すごく大量に買っているご婦人がいて、うん、なるほど。あ、やっぱりこう熱中症対策とか、いろいろ備えておくんだなと思って。で見てましたけど、ね、うん、大事ですよね、そういうの。いや、本当にね、うん、やっぱしっかりね、夏を楽しむためにも、そういうこともしっかりして、うん、はい、まあ、2019年夏をしっかり楽しめたらいいかなと思います。はい、はい、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。